はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略、今回はね、武道会横取りイベントなんで、無課金攻略横取りチケットのね、入手方法について話をしていきたいと思います。今回は武道会で、武道会だとね、いつもこれ優勝するとさ、チケット落ちるんですけど、今回それが落ちません。で、落ちねえだろうなって思ったのが、今回ね、横取りチケットって交換が結構できるんですよ。 Y ポイントで交換だからあんまり嬉しくはないんだけど、なんと交換が2枚、3枚、結構でも優勝24回ってかなりきついと思うんですけど、で4枚、でね5枚もね交換できるんですよ。なのでこの時点で、あ、もう今回横取りチケットドロップしねえなって思いました。武道会で優勝しても。なので、Y ポイントの稼ぎ方っていうところで話した動画でも言ったんですけど、なんでこの武道会にこだわんなくてもいいのかなっていうね。とにかく最低限44回の時でね、44回の時に横取りチケット最後交換できるので、まあ別にあとは無料で交換できるわけでもないので、44回優勝したらあとはもう好きな場所で集会した方がいいのかなと思ってます。なので、まあ必殺の秘伝書が落ちるのは多分こっからなので、まあ仙台閻魔が落ちたらドロップ、仙台閻魔がガチャで出たらね、俺もこのクロックレディのところで周回してえなっていうところはありますね。まあもちろんね、七天守護のところで周回できたらいいんですけど、まあ44回過ぎたら別になんかあれにこだわる必要ないのかなって。まあ100回優勝したら超必殺もらえますけど、まあね、あそこのクロックレディのところだったら吉祥天か、必殺の秘伝書をドロップするので、まあそれでもいいのかなとも思います。で、あとね、5個交換できるのと、ここですね、決勝でスコアチャレンジで1枚、これで6枚ですね。で、あとはいつものね、ミッションが今回交換が多いんで少なくて、まあ、この辺のミッションは今回は入ってなくて、横取りですね、ここで、横取りしたら1枚、2枚、3枚ということで、だからミッションで4枚、交換で5枚の9枚。そんで、ログインスタンプ。こちらでね、2枚、2日目と9日目にもらえるので、この11枚がベースで、まあ、あとはね、ドロップをするとしたらいつものね、これですよ。ワクワクボックスになるので、とりあえずまだ私落ちてないんですけど、これ2連続パターンなんですね。今回2時間ごとにね、これの時ね2連続横取りチケット落ちたこともあるので、まあまあただね、基本は1回、運が良ければ2回、超運良くて3回ぐらいにね私は思ってやってますね、過去実績からね。もちろんね、3回落ちたこと1回あるんですけど、まあほとんどないのでね、2回落ちたら結構ラッキーっていう感じでね、はい、まあ、なるべくね見るようにしてますね。まあこの辺も前回の元気ドリンクは3個落ちたので、だからちょっとその辺も期待したいのと、あとね、前回去年の11月かな、プニカミの闇イベントで私 5000Y ポイント来たんですよ。なのでちょっとそれにも期待してますね。4桁 Y ポイントで、前回4桁 Y ポイントが1月の下旬の横取りチケットイベントの時に来たので、なんでちょっと今回もね若干期待しておりますが、まあその時の4桁はね、1月下旬に来た4桁は1500ポイントと2000ポイントだったんですけど、はい、ちょっと Y ポイントもね、前回は3桁 Y ポイントも来なかったんですけど、はい、期待しています。で、一応ね、たまに質問が来るんですけど、横取りチケットって残しといたらどうなりますかみたいなことを書いてあるんですけど、ここにね書いてあるんで、横取りチケットは2月29日23時59分まで使用可能、3月1日以降は未使用はチケットを持った状態でログイン処理が行われた際に持ち物からなくなりますということで、はい、次に残せないのでそこはね注意になりますと。
で、あと一応横取りチケットについて書いてあるのは、遊び方のところにね、一応横取りチケット書いてます。横取りチケットは Y ポイント交換やイベントミッション購入などからゲットしようって書いてあるので、まあドロップってなんか書いてないんだよねなので、さっきの交換の5枚とミッション4枚、そしてログインボーナス2枚の11枚をベースに、あとはワクワクボックスで頑張れよっていう感じなのかなとは思ってます。一応ね、以前は武道会でね、優勝するたびにドロップチャンスはあって、だいたい1シーズン3枚ぐらいかな、3枚ぐらいね、こうやってね、決勝戦やって、優勝するとね、横取りチケットって書いてあって、特に最初の100連勝か、最初の優勝20回で、だいたいね、そもそも最初の100回で、まあ、1、2枚必ず落ちてたので、まあそれがね、なかったので、まあちょっと私ね、検証も込めて、ちょっと早めに50回優勝やってみたんですけど、まあ今回落ちないんだろうなっていう感想かな。なんで、もう今後はこういうパターンなのかなっていうね。はい。まあもともとね、どっちにしろ後半の方は横取りチケット、まあ、そうね、100回優勝で、ね、1回落ちるかぐらいな、なんかそんぐらいだったんで、まああれだったんですけど、もうパワー勝負は無理だと。もう一生懸命 CM を見て、それで、あ、これね、今ちょっとすぐハイハイって言っちゃったけど、あ、いいおっしゃった。優勝のおまけでくれるっていうのはもう今回はないんじゃないかなと思ってます。一応今回のねイベントは、横取り系はね、3回ここか、第3宝箱コンプと第7宝箱コンプで2箇所ね横取りあるので、まあ、横取りね、まあ、ぜひ頑張らねばっていう感じなんですけど、まあ、宝箱ね、うん、で一応第2の宝箱が結構苦戦しました。最近の傾向ですね。第1の宝箱もまあまあ苦戦するんですけど、昔はね、100連勝20回優勝で第1第2、まあ、下手したら第3もいけ、第3いけねえか、第3、まあ、第1第2は軽くクリアできたんですけど、第2もねかなり苦戦するようになりましたね。私ね52回優勝かな、うん、なので500連勝とちょいか、はい、それ500連勝じゃねえな、1回優勝で5回勝利だから、50回優勝だから250連勝250勝ぐらいか、はい、そんぐらいであれなんですけど、第2も結構ね苦戦したので、まあ無課金でやる人はね、ぜひ横取りはしないで我慢してやるって感じで、まあただね、うん、第3も前回もそうだったんですけどね、なかなか横取りなしで揃うのは大変だろうなっていうね、うん、そんで第4の宝箱は、まあ、一応ね前回も6個落ちて、第5第6も5個ドロップしたんですけど、第4でやっぱちょっと時間かけすぎてね、第7は2個ドロップぐらいで前回は終わっちゃったんで第4まではねものすごく落ちるんですけど、第5、6、7がかなり普段もう相当落ちなくなるので、まあね、頑張っていきましょうって感じですね。無課金でね、一応私1回だけ横取り行けたこと、去年のクリスマスかのイベントで1回だけ完全に無課金横取り行けたことあるんですけど、なんせね後半になるとね奪われちゃうんですよ。だからさっきもね早めに第4切り上げたらよかったともう話はしたんですけど、なんかね早めに行っちゃうとそれはそれでね横取りされちゃうんですよ。なので、まあ、一応ね今回は王が使えるイベントなんですけど、まあ、一応ね真ん中王にすれば、まあ、奪われることもありますけど、確率は減るので、まあ、一応今回はねそれでも王イベントなん、王を使えるイベントなんでね、カイラとかがねいるんで、まあでもこれにした方が比較的横取りされないので、まあ、とにかくね横取りされないことが大事なんでね、なるべく王をね真ん中にしてできるだけね奪われないようにした方がいいのかなって個人的には思ってますけどね。とにかくね私前回横取りされちゃったんだよな。なんで、はい、ただとりあえずね、11枚交換あって、多分ね
CM ワクワクボックスは1枚は来ると思うので、まあ12枚でなんとかクリアできたらなっていうね、4567から横取りだと思うんですけどね。はい、これ12枚使って、ただねギリギリでやってるとね、私のこの前みたいに横取りされた時にはあーもう終わったっつって、なんかそんな風になっちゃうので、なるべくね余裕のある、できたらね第4で6個ねドロップさせて、うん、行きたいなっていう感じがしますかね。まあただね、私まだこの54回しか勝利してない、まあ54回もかなりすごいんですけど、なんでもしね優勝でドロップとかねしましたらね、コメントなどで教えていただければと思いますが、なんか今回はなさそうだなっていうね、そんな印象です。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。とにかくね最初はねとにかくまあ取り巻きもね倒しながら、もうとにかくね第4の宝箱を6個ねお宝集めを目指すって感じで頑張っていきましょう。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。横取りチケットはただいま6枚ですね。なるほどね。